今、中小企業では生産性を向上したいのに人材不足や資金力不足で実現できないといった声を聞きます。そんな課題を解決するため、県ではオンラインを活用した手厚い支援を開始しました。全身山梨。まずやってきたのは都留市にある企業。こちらではクリーンルームやハウスの中で野菜を生産しています。ただ一つ課題があるそうです。ここはですね、本社の方から少し離れた場所にあるいちごハウスなんですけども、生育にはですね、温度がとても重要なんですね。でそちらの方を毎日確認するのに毎朝1日1回こちらに来てまして、大変な作業になっています。ハウス内の温度をリアルタイムに計測して送信し、離れた場所で確認できるシステムを自分たちで作れないか。実はそんなシステム構築の支援を県の産業技術センターが行っています。ウェブ会議などの情報技術を活用して企業の生産性を向上させるためのシステム作りを具体的に支援していきます。例えば施設内の温度や湿度といったデータだけではなく、異常発生の情報を SNS に通知して離れた場所でいつでも確認できるといったシステムも構築できます。単なる、オンライン講習だけではなくて、実際に私たちが使えるようなシステムを構築できるといったところと、あとはですね、自分たちでそれを作ってですね、費用を安く抑えられるというところがいいところだというふうに思っています。システム構築に必要な支援を安心して受けられる新たな支援、県内企業にとって心強い取り組みですね。県からのお願いです。身近な場所にも感染リスクがあります。3密を避ける、こまめな換気、発熱や風邪症状時の外出自粛、会食は少人数短時間で、これらを習慣にしましょう。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。